はい、これじゃくんです。ということでやっていきましょう。市民さん、人狼一、占い一、霊能一、彼女一、逃亡者一、赤ずきん一、剣狼一、蘇る人狼一、ささやき狂人一ということになってます。はい、やっていきましょう。占いどうする？あえて俺が出る。普通に考えたらトーマス提案どうぞ。私初日囲いして、誰が？初日私神。まあ、賢の方がいいよね。道具でいけるから。サンドラが占いしよう？どういうこと？サンドラを占いしようで？どうするの？マイクでも囲う？何囲ってもいいぞ。まあ、普通に考えトーマス囲うべきかな。出ないな。エマ白、進行赤ずきんでいいと思います。潜ります、さようなら。霊かけ？いや、霊能いるでしょ。霊能出て。カミングアウト。赤ずきん出しちゃったらちょっと怖い、嫌だな。進行赤ずきんって見えたからちょっと出なかった。バイナが指定で良いと思うよ。全回避フランクどうした？ヘイト買いに行ったのではないのか。全回避ってカリズキン、個人的にはジェシカに同意。トンボモラ。ヘイトは買うものじゃなくて売るもの。ツールフ 1K じゃね。いや3ウルフでしょ。あんなあたりじゃねえかな。伸びないところ言うたらアンナさんになりそうですが、ローラも村の構成だけで、なで微妙。メアリーアンナして、アンナメアリーあたりは伸びしろなさそう。メアリークリスの提案など気になることもありませんでしたか。わざわざ言ってるのが少しログ稼ぎの気もしました。アンナ、ゲイヒイチ、メアリー、クロイチな気がします。その二択ならメアリーのが色落ちはしない。投げるところがないと雑投げりすらしない。アンナは最後の方を少しだけ考察しようとする努力は感じた。ジェシカ、メアリーの方が色落ちしないとは。本気ですか？アンナ、メアリー、カリシアグです。いい位置ですね。ジョニ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 ョ。
リリアン、把握おっそ。ジェシカ・アンナのライン、少し感じましたかね。ここで仮視点以外のジェシカを殴ったフランク・マイカーは小強くあるから白く見えるね。いや、そういうわけじゃないよ、ジェシカ。ただ、初日だから、あのジェシカは、ライン。メアリーは、ログ、稼ぎの、黒一と、見てるというだけ。別に、直ちに、ジェシカ黒とは、言ってない。もう転がせないぞ。10秒前。こうなるとメアイク黒石のメアリーの理由がわからん。もう真以外回避しなそうだし、メアリーかアンナならアンナの方がライン見れて良いね。マイクはメアリーのどこ黒く見てるから理由つけてくれない。ジェシカ、私のログのログちゃんと見たか。アンナにもメアリーにも触れたが、どうしてそう突っかかるんだ。10秒前。オオカミ自殺とかするんかな。さあどうする。サンドラ噛んでいいのかこれ。いやー噛まんでしょう。どこ行くんだ。そうだね、ジェシカ。予定通り、サンドラ噛んでも良いが。どうする ?30秒前。ちょいもったいないよな、サンドラ噛み。クリス素直に噛むのか。10秒前。攻めよう。分かった。サンドラ噛むか。攻めてみますか。ほう。なんじゃそれ。そらなんじゃ。何しだ。占い神が草。フランク逃亡だと思う。蘇るにしては早すぎる。意味ないね。ここで蘇り使う意味なくね。しかも占い出てるんだし、明日戻ってきたらフランク逃亡しサンドラに逃げるか。フランクの逃亡先はサンドラとは
限らんでしょう。つかサンドラ死んだし、狼に逃亡した説はある。まあフランクがさすがに占い初日は来ないと見て占いに逃げたのが可能性高いか。フランク意気がってたから普通にやりそう。グレー逃げ、サンダル蘇れ突してて占い釣りに来たと見るケースあることない。占い釣ったとして、あ、エマちゃんクリス見だよ。だって俺に黒出ししてるし。いや、フランク目線占い狼あったのにサンドラに逃げるかな。確かに、リリアンの逃亡シーンいるなら出た方が良いのはわかる。蘇るかどうかわかるしね。延長しね。いなそ。フランク逃亡確定やな。フランクが、が臭すぎるので、サンドラ神確定です。サンドラよみがえるプラスフランク逃亡で死亡みたいなレアケースを人はいないですよね。クリス釣りで、そもそもマイクギレ対抗噛むメリットってゼロですよ。フランク逃亡ならムラメなとこ逃げてくれ。フランクの逃げ先とか割とどうでもよくね。まだ今日考察するレベルの話じゃない。なんで今今日グレーでもするん。サンドラ蘇るとかねえよ。クリス佐々木で対抗噛んだんでしょう。30秒前。人狼が占いに出てるとは見ないよ。この髪型なら
バニアエラックリスをしてんなと思ったら進行やった。10秒前、はい、エマのフランクがジェシカに突っ込んだ説のログ根拠は昨日の最終日か。ゴリ押しも無理やで、クリスさん。よみがえるもいない、うーん、逃亡いないのにサンダラのよみがえるとか応援は。30秒前。うん、うん、でどうする、俺よみがえるか、ここで意味ないか。ここでよみがえる128でしょ、意味ないな。ここあえてよみがえるか。君らが釣られなかったら勝てる。ネタ的にはあり。サンドラの神明落ちるよ。うん、君らに期待する。じゃあさよなら、さよならみんな、あとはよろしく、俺は蘇るぜ。いけんなこれ。さようなら、さようなら。さあ、これエヴァとマイク両方蘇ったらいけるよねこれ。おはよう、おはよう、おはよう、おはよう。エヴァ赤月、やばい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 、これ蘇るぞ、これはすごいね、これ凄まじい、これこそ蘇るでしょマイク。蘇るが今日死んでる。いやこれは勝たなきゃね、これやばいぞ、これ狼釣られたら負けるよこれ。これは面白いな、頑張れジェシカ・トーマス。俺あんまりね、これ人狼ジャッジメントの動画でなんかあんまりね、死んでる立場で頑張れっていう動画あんま少ないんだけどね、これはね、頑張れ応援できるわ。占い佐々木ならエマが蘇るやろ。あー、クリス佐々木のエマ蘇る。エマ蘇りありえるけどマイク噛むか。ファッション。な、リリアン先生の息してないんだけど。リリアン息してないぞ。リリアン息しとらんのだが。エマが蘇るならマイク噛まないとクリスが義によるからだろう。クリス死んで押すためにはマイク噛むでしょう。結局占い佐々木やし、ここでも占い決め打ちか。なんでトーマスは確定しろと見て。トーマスうまいな。頑張れ頑張れ頑張れ、いいぞトーマス。クリスが初日から結構占い狼をしてたっていうのは佐々木だからかなってのもある。頑張れ。リリアンジェシカして、え、リリアン行くのここで。リリアン先生行くんだ。ジェシカ最悪赤ずきんなら単独で行ける。これで蘇って蘇って赤ずきんでした。無理だろ。
無理だろ。蘇って、前から蘇って、じゃじゃーん、実は俺は黒出しされたけど、赤ずきん使用しなかったマイクでした。ちなみに、クリス、シンっぽかったけど、なぜかエマ噛みました。どういうこと？どういうことなの？それって感じだな。クリス、ギだけど、なぜかエマ噛みました。どういうことですか？さあ、バニラ先生の、結構確率高いからね。5分の2の確率で当たるからね、これ。ランダムじゃんけんしても。相当きついよな、これ。蘇っちゃって。リリアンナ、ローラ指定する。おー！バニラ、ナイス。カミングアウト。いやー。これは剣道部屋ですよ。剣道部屋ですよ。カミングアウト。バニラさん。30秒前。どうするんだこれ。さあバニラ迷う。どうする。どうするバニラ。迷います。バニラ迷う。バニラどうする。ローラ行くわ。大津です。頑張った、お前ら頑張った。ジェシカ、トーマス、お前らようやった。俺は蘇るぞ。いいなぁ、トーマス、うまいね。トーマスちゃん、うまい。よかったね。俺、蘇るしてよかったね。マイク釣られてたところだったからな、ここで。これでオッケーかな。よし、オッケーっす。一応霊噛む。まあそうだね。さようなら。いや、すごかったな今回の戦いは。いや、これ初めて決めた俺、人狼ジャッジメントで。ただいまー。そうか。お疲れ様でした、ジジです。いただきました。帰ってきた。ただいまおつジジ。いや、よかったね、サンドラ神の判断よかったかも。で、逃亡フランクで、フランクどこ逃げたん。マイク逃げました。あー、なんでその危ない橋渡るかね。エマ赤ずきんな、なるほど。で、カリウドがローラ、オッケー。はい、ということでジジお疲れ様でした、バイバイ。くそが。